はい、皆さんこんにちは、タナさんのぶぞんです。そして大河桜です。宮坊です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は水属性キャラランキング、イエーイ。属性別のね、キャラランキングということでやっていきたいと思いますけども、今回はまあ一応トップ5ということで、まあ、それぞれ考えてきましたんで、はい、そちらを発表していこうと思います。はい、はい、いや水属性はね、本当にね、はい、粒ぞろいでね、何もしゅしゅやってんだよ。はい、粒ぞろいでね、はい、すごくね、悩みましたね、本当にね。まあ、粒しかいませんでした。はい。いや、粒しかいません。ただね、今回、まあ、ちょっとね、スライムとカッパっていうね、なんかちょっとおかしな人たちがねいるんで、ちょっとその2人は対象外というか、はい、殿堂入りで、はい、形で考えさせていただきました。はい、はい、第、タイガー桜井の第5位は、はい、うわー、粒まだいた。まだ粒いたけど、今わたつみと目やった。そう、わたつみも粒だな。第5位は、リム。おお、はい、悩みましたけど、まあ、やっぱり強いですね。最近はやっぱもう天馬の試練もちょっとね、やる機会が減ったんですけれども、まあ、それ以外でもそもそもやっぱスペックがおかしいよねという感じになっております。はい、豊富なアビリティに、バリアイ強化 SS、 うん、うん、最強です、うん、ということで第5位にさせていただきました。はい、よろしくお願いします。第4位、第4位はこちらです。てん、全然いない、ノンノアルファ。おー、はい、いやね、3位かもしんない3位かもしんないな、うん、ちょっと4位って言っちゃったけど3位かもしんない。まあ、まずは庭園さんでもう最強キャラだと思います。強いよね、はい、庭園さん、庭園さん最強キャラだと思います。羅刹キラー、羅刹キラーまあ羅刹だけじゃないんですけど、ボスも削るしね、やっぱこの羅刹を倒すのがやっぱり、まあ、実質ラスゲの、まあそこ倒したらまあまあまあみたいな感じじゃないですか。いや、まあ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 みたいな、ラスゲのまあ半分以上はそこが難しいと思うんでね、まあそこをその SS 一本でポンってやって終わらせることができると。はい、まあ本当この軽すぎでしょ SS やってます。ああ、それでまあバイタルまで乗って、まあラセツ、やっぱラスゲのやつはもうワンパンなんで、マジで楽させていただいております。うん、うん、でまああとはボス1とかもこの SS で削りに使うこともありますので、まあやっぱ完成されたキャラだなと思います。まあそこ以外でもやっぱこのキャラクターのスペックっていうのが非常に高いので、さまざまなところで活躍できる、かなり強力なキャラだと思います。本当超重力だったら世界終わってたんだよな。まあ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 キレットはみたいなとかいろいろあるんで、そう、そんな感じでノンノアルファです。第3位は、はい、まあもう同点、同点だけど、うん、同点だけど正直ちょっとノンノの方が上かもしれない、シャルル・マーニュ。おお、うん、ちょっとね間違えちゃったな、間違えちゃった、ノンノの方がちょっと俺はスペック高いと思うわ。おお、でもまあちょっとなんでこっちが4位かもしれない。はい、まあ、シャルル・マーニュは庭園8必須というか、まあ、唯一無二のキャラとなっております。まあ、超スピード型がないと結構あそこきつい、まあ、スピードかなり大事なクエストなので、うん、であって、このあのスピード感でのこの火力という感じで、マジでなんかこいついないとクリアできないんじゃないかなって思いますね。相当難しいね、うん、うん、まあ、そういったところでやっぱりこの、まあ、貴重さからランキング上位にさせていただいております。はい、はい、第2位はアナスタジア。最強です、はい、流し最強キャラ、うん、うん、
まあ、駆け抜け系の、まあ、このやっぱザコ処理火力が、まあ、もうほぼマックス、何も考えなくて、クエストをプレイするときに最強のキャラになっております。はい、まあ、そのショコだったりとかね、まあ、その究極、まあ、激究極以下ぐらいの難易度で、まあ、アナスタシアでいけたら、まあ、アナスタシアでいきますよねという感じの、最強キャラになっております。まあ、このやっぱ友情が強すぎて、雑魚処理だけじゃなくて、なんかボスのゲージ持ってったりとか、なんかワンパンまでもあったりするので、やっぱり非常に重宝しております。乗ってなかったらすごく嫌なキャラクターなので第2位とさせていただきました。いやー、めっちゃ強いですね、アナスタシア。第1位はシンギルティー。おお。いやー、これあの、まあ、2形態やるっていうのも大きいんですけれども、はい、まあ、どっちもめっちゃ強いんですが、まあ、こっちの断罪が自分は評価高いですね、さらに。うん、はい、まあ、この超重力超減速っていう、2つの加速アビリティにスピードアップ、まあ、コースピアップまで持っているので、まあ、この超パワー型の渾身っていうね、その鈍速さが全く気にならない、もうただのなんか常時3倍男になってます。もう火力がもう唯一無二で、結構そのシンギルティ合わせのね、まあ、ママゴワシとかも特にそうなんですけど、うん、もうシンギルティの火力に合わせてなんかそのクエストが作られてるみたいなところも結構あるんで、なんか最近の未開とかもそうらしいですね。うん、最近の未開56はマジギルティーゲです。はい、やっぱこのね、常時3倍の火力っていうのはやっぱギルティーにしかできないことなので第1位とさせていただいております。はい、それに加えてね、こっちの謝罪もめちゃくちゃ強い。うん、はい、まあ、バフですね、まず攻撃力バフ、友情コンボバフのストライクショットに加えて、バウンドチャージまで持っているということで、なんかもう最新版ルナみたいな感じですね。うん、うん、なんかルナよりもそのなんか接待され気味ではあると思う、最近しかも。うん、うん、マジ強いんで1位とさせていただきました。はい、こんな感じです。なるほど。すいません、ちょっとあのランキング上下してしまいました。ノンアルが3位。3位で、4位がシャルル。シャルルね、うん、かな。ノンアルいいキャラだよ。うん、まだね、ちょっといっぱいいるわ。うん、で、他の人のランキング楽しみです。はい、はい、じゃあ私が次は行きましょうかね。はい、私の、第5位は信長 X でございます。おー、粒だね。まあそうですね、まあそのやっぱりさ、その信長 X のアビリティのラインってやっぱあんまいないんだなっていうのを感じるわけですよ。マサノリ、そう、マサノリ。うん、だからしょうがないよ、だってマサノリぐらいしかいないんだからさ、うん、マサノリを評価しないとしょうがないわけだけども、うん。いや、俺はマサノリも強いと思ってるよ。マサノリめっちゃ強い。そう、でもまあ信長の方がまあ使いやすいのかなっていう。使いやすいですね、間違いない。うん、ただやっぱり意外と手に入れにくい、うん、信長 X 今手に入れようと思ったの。ジェネ有縁、あ、ジェネか、ジェネこいつも、うん、ございまして、持ってない、俺は M チャイム持ってないんだけど、うん、信長 X みたいなの楽だなって思いながらやってるところも、まあ、結構さ、このその少ないと言いつつも、なんかね、結構使わされるんや。そうですね、最近未開だけじゃなくてね、そうそうそう、庭園でもね、庭園そうだね、大活躍してますから。庭園入れてる？入れてます。入れてるよね。もうちょい増やしてもいいような気がするけど、意外と増えないなって思いながら、ね、信長 X はじわじわ上がってきてんだよ。そうそうそう、って思っております。ということで、信長 X 第5位でございます。おー、はい、続きまして第4位、こちらですね、時藤無一郎くんです。おお、未開、未開の子。無一郎くんはね、もうやっぱりね、いや、これもまあ結局そのアビリティ的にね、結構そのあんまりいないっていうのもあるんだけども、うん、でその中でもやっぱり SS が強いなと、いや強いいうところで、じゃあ同じようなことできますかって言われたらやっぱできないわけですよね、他のね、キャラがなかなか。はい、ということで、やっぱりそのクエストはやっぱりね、その正直もらってないんですよ、そんないっぱいね、無一郎くんいっぱい使えるような、あのどこでも無一郎くんみたいなキャラではないんですけども、まあ、彼のやっぱりそのスペックの高さというのはちょっとね、あのお世話になった人も多いと
思いまして、毎月使うキャラよ、毎月使うキャラ無一郎なかったらやりたくないっていう、いや相当多いんじゃないですか、うん、そうそうそう、だからまあね、大久保とかね使うところもありますよね、やっぱ無一郎くんのやっぱそのね、あの決定力というかやっぱり大きいかなと、やっぱ周遊無一郎だよな、周遊無一郎は救われてるもん、ありがとう毎月、はい、第4位でございます、はい、ます、おお、いいな、はい、はい、続きまして第3位は空城城太郎ということでね、城城城太郎、はい、まあ、城太郎なんですけども こっちね、はい、こっちね、水の水属性だもんね、まあやっぱりスペックが高いなというふうに感じるわけですよ、弱いとこないよ、はい、まあそんなにね、いろんなクエストで使う機会があるかって言われたらそうでもないんですけども、でもまあアビリティがね、こうギミック的に被るときにその城太郎使ったらやっぱ城太郎強いんですよ、それは、うん、うん、だってもうな何も弱いこと書いてないんだ、それもそね、全部ちょっとよ、ルミナスレイとかさ、なんかね、反射ウォールボムとかさ、もうなんか詰め合わせられてるわけですよ、この人は、うん、で、やっぱりその城太郎にしかその火力出せないんじゃないっていう、火力をしっかり叩き出してくれるっていうところで城太郎をね、今回評価させていただきました、間違いない、うん、やっぱ結構ルミナスレイを使いたいっていうか、ルミナスレイめっちゃ使わされるよね、うん、そうそうそう、そうだね、そう、そうなるとやっぱり城太郎だなっていうね、ところで、まあなんかそのめっちゃ難しくない時と、なんていうか、クエストとかでやっぱりルミナスレイ使いたくなるっていうのもあって、うんうんうん、そうそうそう、ホーナイドとかってわけじゃないけども、ルミナスレイはやっぱり強いんだなと、はい、なんか経験値アップの時にさ、モラルで使ってる人とかいなかったっけ、それで手数組める、組むみたいな、そういうこともある、そうそうそう、でワンパンするみたいな、うん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 、めちゃくちゃ早かった、あの時イザナミも流行ってたけど、集会で、うん、ああそう、モラルの方でそうやってる人もいたり、あれは城太郎しかできないんじゃないか、いいキャラだな、うん、まあ、唯一無二できることがやっぱあるのはいいよね、うん、そしてキラーが、うん、まあ、これからのね活躍も期待しておりますよ、うん、第3位ということでございます、いいキャラだな、はい、で第2位、使えるし、はい、アナスタシアという、うん、アナスタシア、まあなんていうんですかね、まあ本当に、うん、なんだろう、入れやすい、入れやすい、入れやすいですね、そういう性能となっている、ただ俺はでもそこまでめっちゃそのこするような感じではないんだけども、うん、でもやっぱり一体刺したりとか、うん、もちろんそのね、やっぱり入れても強いんだけども、うんうん、そういう使い方ができますね、本当になんて言うんだろう、お役立ち性能かなと思っております、うん、こちらもなんか特に悪いところがなくて使いやすいですね、うん、はい、アナスタシア、加賀さんへ適正前から、その前から前からね、はい、こっちでこいつが強かったからね、うん、一体力だったから確かに、はい、ということで、第1位、はい、いや違うマサノリ、マサノリじゃない、マサノリ、第1位は、はい、リムルテンペスト、おお、愛してやまない、いやーやっぱね強いよ、強いわ、はい、ということで、まあ俺あんまでもまだほら、あの空中でやらないんで、うん、っていうのもありますけども、うん、はい、まあ、リムルやっぱお世話になるなりがち、支配してるよな、うん、というところで、まあ相変わらずまあまあ1年経ったのかな、経とうとしてるのかなっていうぐらいですけども、うんね、経った、いやなんかあんまなんていうのかな、こう見落としないというかね、うん、かすまないね、そうだね、まあやっぱ最近何、あのメモリーアルファとかは、うんうん、ではしたけども、まあ、やっぱり強いなと思います、ね、全然こっちの方が好みって人も多いだろうね、うんうん、ね、まあ、友情よし、まあアビよし、エッセンスよしということで、はい、こちらは俺はまあそうだね、まあだんだんやっぱお世話になる機会は少なくなってはおりますが、うん、はい、それでもやっぱりスペック高いかなと思います、はい、でちなみに俺はあのギルティ持ってないんで、うんうん、まあなるほど、そうそうそう、まあ、でなおさらお世話になってるっていうところもあり、はい、リムルを今回は1位とさせていただきました、はい、ありがとうございます、ということで、じゃあラストはミヤモン、はい、
はい、まあ本当はねこういうランキングとかあんま良くないんですけど、はい、ベスト5 団長の思いで、はい、発表していきたいかと思います。第5位はブルーローズ&ゴールデンライアン。おー、最近聞いたんですね。今コラボランキングでもね、僕2位ですから。まあこいつの強い点は、はい、もう SNS に全て集約されております。はい、はい、45% 範囲割合の遅延2段と、はい、それが壁 SS 端短縮で回せてギミック対応が、ダメージギミック全体用にブロック持ってるのでどこでも連れて行ってしまうと、本当、うん、この SS のためだけにも連れて行く価値のある素晴らしいキャラ、色褪せない、ずっと強い、最近割合はどんどん弱くなってます。モンスト界こいつのせいです。こいつが強すぎたせいで今のモンスト新しいキャラ割合全部弱く見えてしまいます。ちょっとぐちゃぐちゃ実質カッパ、実質は殿堂入りにしたい。もう全て重ね見えるこいつの前では、うん、いやもう全員の SS これになってほしい、もう最強っす。はい、はい、っていうことでまあ僕は店員さんでも入れてる、店員さんクソ苦手なんで、はい、人によっては店員さんちでも入れてる商品のかな、うん、まあ他のところでも別に無理やり連れてきます。つまりすごく使いやすくていいキャラなんじゃないかなと思いました。なので第5位上がってきてる。まあ店員のせいですね。はい、続きましては第4位、第4位シンギルティー。こいつがなきゃ最新の未開やりたくないです。未開の方で やりたくないよ、うん、俺どうそのレベル。俺どうすんの。小園さんは俺やばいじゃん。姫入れるか。いや、あの水のなんだっけあれ、ハガレンコラボのやつ使ってください。あ名前忘れちゃった。あの人オリビエ、オリビエ、はい、あとアナスタシアとか、あの人オリビエ、うん、そうそうオリビエ使ってください。はい、まあ最近の見返りでハマってるのもありますけど、まあシンプルにこいつはスペックが高いなと思いました。この断罪の方はまあさっき大川桜井も言ったんですけど、やっぱり常に SS 打ってるような殴り、うん、うん、これは本当素晴らしい。まあ、こっちの断罪の方も、まあ試練6でも使えるし、うん、まあママゴアシやらいろいろ使えて、まあこれからも活躍するんじゃないかな。謝罪の方は、まあ、全ての、まあ、なんかサポートも素晴らしいし、己でも殴れるっていうのは、はい、まあ結果今試練6ですけど、今後もありそうな活躍をしていきそうなぐらいスペックが高いっていうのを評価しまして、まあ、シンギルティは良いにさせていただきました。まあ、こいついればまあ試練は困んないんじゃないかな。こいつが軸な気がする今は。はい、てな感じで第4位はシングルティ。かっこいい、かっこいい、白い。はい、ということで第3位は信長 X。 おお、はい、ということで天炎さんでまあおそらく一番強いであろうキャラです、個人的には。はい、やっぱりね、超バナ超マイエルパワーオーラ、これはイカれてるなと思います。やっぱ殴り感がね、あのライン、まあ、パッと出せる中だったら一番強いかなと思います。まあ、SS もね大号令で使いやすいっていうのもいいし、はい、あそこはかなり SS も打っていきたいんで、まあかなりこいつがいなかったら天炎さんやりたくないなーっていうレベルでこいつの火力感に個人的には頼ってます。もちろん同じラインで言うとノンノアルファもかなりいいんですけどね、あいつもめちゃくちゃ強い、うん、まあでも個人的にはこっちの方が好きかなっていう理由でまあ第3位にしました。うん、
ノンアルファも迷ったね。うん、超強いあいつ。ラセツノンアルウィルトラックだもん。はい、という感じで第3位は野村が X です。注目の第2位はシャルル・マーニ。庭園8適正シャルル・マーニュ、まあこいつがいないとまあだいぶ難しいんじゃないかなと思います。まあ他にいろいろ最近だとね塚原牧天とか入ったんですけど、まあこいつが軸なのは変わらない。何にするにしても、まあ、シャルル・マーニュ軸は変わんないかなって思いまして、はい、まあ替えの利かない一体、まあシンプルにやっぱ属性源で、ね、このスペック誇ってるんで、はい、強いと思いますし、うん、今回は第2位にさせていただきました。注目の第1位は全部言ってるよ2位かなアナスタシア。おお、こいつがいないとモンストができない。はい、はい、そう、そのレベルで、使用頻度が高いです、うん、アナスタシア、うん、アナスタシアはもうやっぱねモンストって友情で攻略できれば一番楽なんですよ、うん、貫通だしね、しかもね、そうで、まあこいつ自身の友情もそれ貢献できるし、まあ、なんといってもやっぱ SS が超いい、うん、味方の友情威力を一定期間アップ、まあこれを、まあ速殺 EL 超 SS 三段縮とか使って一手目に置いとけばまあ一段目から打ててしまうし、うん、かなりその友情攻略するのでなんかもう欠かせないパーツなのかなという思ってるぐらいこの SS の評価がまず高いです。そしてまあ対応も偉いかな、うん、やっぱブロック転送魔法陣、うん、ここ素で持ってるのがかなり幅広げてるな友情攻略するにあたってと思いまして、まあ、結構友情でいこうと思ったらもうアナスタシア絶対一体を入れちゃうなっていうぐらいもう欠かせないキャラになってますね。はい、まあ、あと友情の仕様が強いね、やっぱ全敵ロックオンレーザー EL って、うん、一撃でまあ吹っ飛ばすってさっき話もあったと思うんですけど、やっぱ瞬時にあの火力を出せるんで、なんかもう仕様がやっぱりこれ偉いなと思って、うん、で裏に爆発ついてるからね、複数積んだらねワンパンみたいな。まあその友情なんかさ、友情ブースト EL の3倍とパワーオーラの2倍、やっぱ6倍で出しちゃうのは頭おかしいよね。マジ、まあ、ちょっと一つやっちゃってるかなとは思ってます。出た時はねちょっとレーザー系だし、あーどうなんだよねこいつみたいな思ってたんですけど、あんま変わらんやんみたいな、うんうんうん、うん、使ってみたら団地だね、団地だね、一人アナスタシア6人だもんね、うん、うん、おかしいこいつは。はい、まあてな感じで、うん、なんか特になんか庭園とか適正をもらってるってわけじゃないけど、うん、すごく強いなと感じてしまって第一にしました。今の水で一番強い。はい、ということで出揃いましたけど、はい、出揃いました。いやでもねやっぱね強いキャラいっぱいいますよ水属性、うんうん、水属性はね粒がねある程度でかいんよ、うん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 、アナスタシアやっぱ全員入ってましたね。そうだね、これもうちょっと強いよね、さすがに使用頻度が団地なんで、うん、こいつ団地だよね、適当にこいつ4がクソ早いもんね。そう、それができるならそれが一番いいからね。そう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 、めちゃくちゃいいよね。あと全員共通なんだ、シャルルとか、あシャルルは俺は技入れてないか、そう、持ってないのかな。その他やっぱり意外と入ってないかも、うん、意外とないかもね、うん、やっぱ5人共通は粒がでかい分、うん、3人共通か乗れたっていう感じやな。はい、はい、他はなんかギリギリ入りそうだったやつとか、リムル、あーリムル、うん、でそのアワタツミも結構あるし、あ俺結構その塚原牧伝は感謝してるから、そう、ちょっと感謝ランク上、ちょっと牧伝俺は使えてないんでちょっと、うんうんうん、持ってなくて、うん、アブできたら引きます、うん、あとはマクサダルタニアンとかも結構強いなっていう感じですね、うん、ね、ダルタニアン、うん、バーザネザジョータローとかも結構まあスペック的には強いなとか思ったりとか、
まあ、ノンアルも、うん、これも悩んだ、うん、ね、アーキレット庭園だったらまあ強えな、便利やなとか思う部分もあったりとか、うん、いや、もう月下老人もね、スペックは高いと思うんでね、ね、うん、ちょっとまあ火のあれが来てから、うん、再評価ってなるかな。まあでも火を回ることはないんで、確かに、うん、まあでも強いよね。でも強い、ほら粒揃いだ、粒揃い。キラヤマトとかついに、まあ SS がね使えるところだったらね、うん、めっちゃ強いですね。ハマったら強いですね、キラも。ほら粒揃いなのよでもやっぱね激戦区なんで、まあね、違いとかも全然強いと思うし、うん、相変わらずね、激戦区だから、ね、ネオはいるからね、ネオ、うん、ネオはちょっともう今最近は使ってないですね、さすがに、うん、まあ今強いよな、見劣りしない、うん、こんな感じです、うん、はい、はい、いや、粒揃いでしたね、確かに。天草もだね、天草もね、うん、メモリーアルファとかも最近だといいしね、うん、うん、はい、はい、ということで以上になります。我々メンバーシップもやっておりまして、今月のメンバー限定放送4月23日の20時からとなっておりますので、そちらもね、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。